マサルロマニアこう結構知りたがりなところもあったじゃないですか。部屋とかもズカズカ入ってくるでしょ。分かんない。俺そこまでだってあんまり。あれハワイ巡業の時かな。あれも部屋がなんか中で2つに分かれてたんですよね。そしたら今のあれかな、なんかどっかの今もあれですよ、あのキャスター女子アナ若菜のとこ来て、だからもうそんな時間も過ぎた時間ですよ、うん、プールに入りたいって話になって、うん、来て入ってきて、こんな話大丈夫なんですか、後で切るからいいよこれで水着着て入ってきて、うん、したら若菜の花とこうやって、まあやっぱり、まあ、こっちは有名人じゃないですか、うん、で向こうにしてみたらもう本当に今から売り出すっていうその女子アナだったから、うん、したらまあ言ったらあのハワイでいいホテルだったんですけど、うん、その子がいや私こんなホテルじゃ嫌みたいなこと言い出して、うん、お前嘘だろみたいな